キツネのボタンは、キンポウゲかキンポウゲ族の多年層。実の形から、コンペイトウグサと呼ばれることもあり、秋田県小勝郡、山形県酒田市、新潟県佐渡市、長野県下見の地郡、福岡県大和郡、山根郡、柳川市、大分県南山部郡、佐伯市では、ウマゼリとも呼ばれる。日本の北海道、本州、四国、九州、 朝鮮半島南部に分布し、川や水田の近くなど湿り気のある土地に生える。草丈は30から60センチメートル。根醤葉は、傭兵が長く、一つの柄に三枚の葉がつき、それぞれの小葉に切れ込みがある。茎醤葉は上に行くほど柄が短いものが誤生する。5から7月頃分岐した茎の先に黄色い五弁の花が咲く。 花の直径は1から1.5センチメートルで花びらに光沢があるのが特徴。花後に根平糖のような角のある直径1センチメートルほどの果実がつく。果実は集合花で角状の突起それぞれが一つの実であり、その形状は扁平で先端は針状に曲がっている。花が咲く前がセリに似ている。同じ金宝下属の馬の足形やタガらしと、 共通する成分を含む有毒植物であり、誤って食べると口腔内や消化器に炎症を起こし、形容の汁が皮膚につくとかぶれる。湿り気のある土地で山菜取りをする際は、本種を一緒に採取しないように注意が必要である。特にセリとはよく似た環境に生育し、葉の一部だけだとよく似て見えることもあるので、気をつけた方が良い。 民間療法で皮膚に貼ると関節痛に効くというものがあるが実際の効果は不明。それによる皮膚炎が報告されており、後半ができて痛み、悪化して水泡、海洋を起こす場合もある。ありがとうございます。